さあ今回は50秒で予想を仕上げたいと思います。先週の小倉芝 1200m 外枠が有利の傾向が見られました。5枠から8枠が有利という傾向が見られましたね。その理由についてはこちらに挙げています。まあ、ゆっくり停止してみていただけるといいですね。何を買うかというとやはり外枠の先行馬ということになります。その事情を分かっている騎手はですね、北村雄一騎手と秋山騎手、この2人が分かっていると思いますね。ということで土曜小倉4レース、まず1発目、10番ハピネスブルームを北村騎手の鞍上で、ロードカナルア3区で距離短縮を狙ってみたいと思います。ギリギリ5枠の外枠なので、馬場の綺麗なところを通れる馬なので、この馬を狙いたいと思います。その他人気馬は内枠にもいるのですが、きっと馬場の悪いところを通る羽目になってしまうと思うので、この10番ハピネスブルームが最も、いいところを通れそうで、かつ実力も上ということですね。